すいません、またやっちゃった。こんにちは。なんかさ、ボタンを違うのを押すと切れるんですよ。ごめんなさい、申し訳ないです。切れた、また切れた。もう私のインスタは勝手に切れるんだよ。みんなごめん、ただいま、ただいま、ごめんなさい、ごめんなさい。なんでかわからないんですけど、終了ボタンを押していないのに終了になるし、反転ボタンを押していないのに反転になるんですよ、私の携帯が。なんかやっぱちょっとインスタ当局に狙われてるのかもしれない。大阪でイベントというか、まあそもそもイベントが今は無理ですね。こんばんは、ごめんなさい、皆さんごめんなさい、みんなごめんなさい、皆さんごめんなさい、皆さんごめんなさい。今回はダイソンじゃなくって終了しましたね。あ、美女と野獣この後見よう。おーちゃんもやってんだよね。こっちもうい、あれアーカイブ残しとくんで大丈夫ですよ。ごめんね、アベマ見てくれてありがとう。ん？エビショー懐かしい。ラジオの生放送はそんな緊張してないです。ん？ツイッターライブ別にこれでよくないですか？コラボ配信ありがとうございました。漬物は全然最近食べてないですね。シュタインズゲートは知らないです。アベマ見てくれてありがとう。リモート配信どうですか？はい、大変なんですよね、毎回準備が、機材の。藤井先生のコスプレ藤井先生には全然合ってないな。うわっ、今日ラリージャパン応援宣言じゃん、ありがとう、教えてくれてありがとう。まあね、ライブがとことん中止になって辛いけど、辛いけど、人の命には変えられないからね。荷物めっちゃ大変です。なんかすっごいいっぱい線つなげてパソコンの前に座ってやってるんですけど、もうそのセッティングがめっちゃ大変で、めちゃめちゃ大変です。あの花見た、ジンターンでしょ、見た見た。ありがとう、いっぱい宣伝してくれて。わあ、ラリーのナレーション嬉しいですか。え、もうめちゃめちゃ大変、いつもの普通の生放送の2回分くらいは余裕で疲れますね。あ、ネットピーが好き、嬉しい。これジェラピケかな、ジェラピケだ。めちゃめちゃ、私はそうね、めっちゃ文系ですね。馬津峡谷のレギュラーなれるように頑張ります。唇は別にリップクリーム塗るくらいですね。声のトーンは変えてるかな、生放送とは意識が違うのか。何とですか？ああ、テレワーク、気持ちの切り替え大変そう。意外とそうでもないかも、始まっちゃえば。ああ、初めて見てくれてありがとうございます。ああ、でもあのラリーカーはすごいですよね、本当に。そう、ピクサー声優、内緒だよ。あのトイストーリー声優だから、そうね一言だよ。あー、まどかとね、嬉しいな、似てるって言ってもらえた、ハッピーって言ってもらえた、嬉しい。コメントはちゃんと読んでいます。こちらこそありがとう。明日の本命はまだ決めていません。
そうやそうや、明日はラリージャパンや。ありがとう、教えてくれて。忘れてたよ。たまに本当に忘れてるのもあるけどさ、あ、じゃあ忘れてるのもあるので教えてくれたりするけどさ、たまにさ、なんか、いや、私もまだ知らないみたいなさ、解禁情報とかをさ、ツイッターとかに上げてる人もいるとさ、え、なんで知ってんだろうと思って。なんか怖いよね。どうやって知ってんだろう。ハッキングでもしてんのかなと思って。私も知らないんだけど、みたいな。あれ、どうやって知ってんですかね。マロンちゃん元気なんじゃないですか？会ってないけど、LINE はしてます。お誕生日の時におめでとうって LINE くれたよ。やっぱ窓川豆で優しいですね、ほんと。私もね、ラリーの番組やるとはね、思ってませんでした。自転車にはもう、数年乗ってないですね。そもそも、もともとあんま乗らないんですよね。ハッキングはバロった。でも私も知らないから私のではないですよね、ハッキング。わぁ、受験生なの？頑張って大変な時期ですけど。なんか、みんな休校中で絶対家で勉強してるから焦りますよね。私もなんか今みんな休校中で家にいるから、多分すごい本とか読んだりとか勉強してたらどうしようと思って結構焦って、なんかいっぱい本読んでます。つながりがあるとかも怖いよね。50メートル何秒だろう。ロンハー見てください。ディズニーオーディションないです。地上波で見れるよ、明日。馬好き王国見てください。うん、アーカイブ残す予定です。後ろは振り返らないタイプです。もうゴールデンウィークはお家で過ごしましょうね。好きな寿司のネタ。シース、うわ、最近お寿司食べてないな。好きなお寿司のネタですか。悩ましいね。すごい悩ましいね。いや、でもやっぱウニとかイクラ系ですかね。なんか軍艦がやたら好き。あ、ちょっと待って、やばいやばい。あ、ね、すごいわかる。ちょっと待って、動画がな、あ、じゃあコメント流れちゃった。新卒で入社してきていきなり休業、まあそうだよね。あれなんですか？なんか観光業とかなんですかね？休業状態ってことは、テレワークができない職種なんですかね？だから、そう、家で勉強するしかないから焦るよね。なんかみんなやってんのかなとか思ったら、なんかその、コロナが収まった後、置いてかれるんじゃないかっていう、なんか結構恐怖があって、なんかすごい受験前みたいな気持ちになって、居酒屋は行っちゃダメ。今日パスタ作って。和風の。和風のパスタを作りました。あ、馬好き王国見てください。結構頑張ってますし。小学生の時の武器は、実家にあるかないと思うな。短編対策も終了対策もできないのでやってません。4月1日まで。大変ですね。あの、学年上がった説明を一生しなきゃいけないからさ。あれ、ほんと、あれ、何、どこ管轄になるんですかね。ほんと、文科省なのかわからないけど、なんとかしてほしいですよね。すごい大変、4月1日の人。不利だし、一番下になるから。4月生まれのことも、丸々1歳違うから。小さい頃の1年って結構ね、だいぶでかいんですね。運動とかできないし。まあ、私も味噌カツ食べたい。横井のあんかけパスタ好き。なんか唇カサカサしてる。トリトン？どこにあるんですか？何県？おすすめの暇つぶしは、別に私暇本当なんか、あの、忙しい、あの、時間はめっちゃあるんですけど、なんか、暇だなって思う、なんか退屈って思う時間なくって、とりあえずめちゃめちゃ勉強。してます。なんかよくわかんないけど、スガキ屋って名古屋にしかないのかな、わかんないな。一回ググってみてください。使ってるリップはオペラ。ちょっと待って、すごいコメント流れちゃった。もう一回送って。
うん、インスタライブ楽しみにしてくれてありがとうございます。うわ、公務員試験頑張れ。鼻にほくろね、あるんですよ。あ、北海道ね、北海道行きたいけど、なかなかちょっとしばらく行けないだろうな。あ、空町にもあるんですか？空町行ったことないんですよ。すべてが F になるってなんか読んだ気がしますね。読んでないかな。仕事は、まあ慣れましたね。別にリモート出演も。うん。あれもなんか今、家じゃないんだねとかもあるけど、家でやったりする仕事もありますよ。なんでそんな知ってんだろう。あ、そう、年齢に関する法律があるのは知ってんですよ。4月1日生まれで。調べたの。あ、パープルコーデ見てください。え、さざ波の夜は読みました。さざ波の夜ってさ、なすびちゃんの話ですよね、確か。読んだ読んだ。本屋大賞がなんかにノミネートされてましたよね。それ系で言うと、人も良かった。もちろん大賞のそしてバトンを渡されたも良かったですけど。おすすめの、私は結構なんかビジネス書とか読んで勉強したい派なんですけど、今はね、なんか本当はミステリー系が好きで、なんなら結構なんか、グロいのが好きで、なんかやっぱストロベリーナイト本当に好きでしたね。休校中で暇です。休校中、学生さん？何歳かにもいるけど、まあ、勉強もちょっとした方がいいんじゃないですか。あとはまあ別にゲームとかしちゃえばいいんじゃないですか。私、学生時代なんて本当1日8時間とかやってましたよ。江戸川乱歩はね、読んだことないんですよ。東野圭吾さんはもう本当に好きすぎて、高校生の頃、何からハマったんだっけ？容疑者 X の検診からハマって、もうそのガリレオシリーズをめっちゃ読んだし、あれも読みましたよ。なんだっけ？ちょっと待って。なんだっけ？刑事物のやつ。刑事物のやつ。あ、ストレングスファインダーも良かったですよね。あれ自分のとこだけ読めばいいしね、しかも。私、速読しないですよ。めちゃめちゃ遅いです。なんだっけ？あ、マスカレードホテルも読みました。両方とも。ないとも。マスカレードホテルめっちゃ良かった。でも劇場版見てないんですよ。面白いですか？恋のゴンドラって誰の話ですか？あ、週末にやるって言ってました。暇だから愛ちゃん泣くとこ見てればいいか。あ、伊坂幸太郎さんも読みました。なんだっけな、忘れたけど、読みました。でも、一個ぐらいしか読んでないですね、失礼。隠蔽捜査、面白いんですか？海外で行きたい、コロナ終わったらしたいことは、まずは、普通にまあ、みんなと一緒に出かけたいし、仕事もしたいですね。名古屋の仕事に行きたいですね。旅行もしたいな。家でいつも本読んだり、でも、スイッチやったりとか、いろいろやってます。あ、研究の勉強してるの偉い。なんか、ほんとそういう努力が大きな差になるんだなっていうのを痛感しています。ああ、美女と野獣見よう。一番行きたいところは名古屋ですね。ああ、焼き鳥もいいね。みんな何したいですか？ライブも行きたいし、イベントもやりたいですね。あ、関東で見れんの？あれ見てください。ラリージャパンと明日馬津教学に出ています。外出自粛中で今までやらなかったことは、なんかちょっと手の込んだ料理とかは最近ですかね。時間があるんで、あつ森はめっちゃ面白いです。名古屋飯といえば、山本屋の味噌煮込みですかね。なんかちゃんとにまだ行けてた時に、ちゃんと終わりで北斗晶さんと犬山さん、コメンテーターの、北斗さんが誘ってくださって、行くけど行くかしばちゃんって言われて行って、ご一緒に味噌煮込み丼食べて北斗さんにごちそうになったんですよ。北斗さんにも会いたいなぁ。北斗さんにも会いたいなぁ。そう。で、私、おら、しばちゃん、大盛りにしろって言われて、はいって言って大盛りにして、
大盛りとエビフライのやつ、なんか味噌煮込みにしたんですけど、で、これ食べてたら、しばちゃんそんなちっこいのによくなって、よくなって言われた。でも完食しました。褒められた。ママレードがね、まずうちにないんですよ。でも焼肉のタレ美味しそうね。あんかけスパも食べたいなぁ。あの太麺食べたいなぁ。あ、髪切りたいですね。確かに。わかる。北斗晶さんにはしばちゃんって呼ばれてます。あー、中本も食べたい。そう、でもなんかそろそろ髪もさ、染めなきゃいけないじゃん。ほら見て。ちょっとプリンじゃない？で、ちょっとなんか色も抜けてきちゃったからさ、染めようと思うんだけどさ、絶対病院行けないっていうか行きたくないからさ、自分で染めるんだけど、絶対みんな内緒にしてくださいね。絶対内緒にしてね。ひつまぶしも食べたいですね。絶対内緒だよ。痛むからメイクさんに自分で染めちゃダメって言われてるの。北極ラーメンの、あれですよね、冷やしつけ麺が一番辛いじゃないですか。でも私なんか、あったかいラーメンが好きで、わかります？だからいつも北極を食べてました。に、北極に唐辛子を追加して食べてた。みんな絶対内緒だよ。ほら見て、もうだいぶプリンになっちゃったの。で、こんな髪も明るくなっちゃった。別に明るくても怒られないんだけどさ。アイドルじゃないから別に怒られないんだけど、誰にも。北極が名古屋にもあるのってことですか？ないんですね。北極というか。南極は、南極ない。おもろい。あんかけスパってソフト麺みたいじゃん。あ、ちょっと太いからかな。和習子とは合ってないんですよね。やばくない？北極に唐辛子追加だよ。しかもね、結構病的な感じで。なんか、ちょっと生きて、なんか、この人めっちゃ辛いもんいけんじゃん。泊まりたくて、隣の人に。で、こうやって、めっちゃかけて食べてました。横井の乾麺売ってなさそう。車はね、免許持ってないんですよ。シャンプーは、2プッシュして、もう1プッシュした3プッシュですね。合計意外と髪長くて。早口言葉チャレンジ、あ、事務所のやつかな。今んとこ回ってきてないですね。今人には誰にも会ってないです。友達にも。左耳はあやちゃんのライブ、右耳美女って字来てる。副音声で解説した方がいいかな。無表情でめっちゃこうやってパパ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 ってかけて、でもいけるんですよ。ウーライボーも好きですよ。あんま行く感じではなかったけど、訪れるのはなんかすいません、お腹空いてきたね。でも私さっきまで寝たからまだお腹空いてないの。私、名古屋走りか何かがちょっと分かってないんですけど、なんか、なんかあんま良くない感じで使われてますよね、多分。サメは好きです、見たい。というか、あと動物の森で釣りたい。嬉しい。女の子にそんなこと言ってもらえて嬉しいです。ステイホーム。あー、次の日お腹痛くなっちゃうのか、辛いの食べると。ちょっと向いてないかもしれないですね。ダメ、不要不急の夜食はダメ、体にも。あ、ウインカー出さないのを名古屋走りって言うんですか。危な。一番好きなディズニープリンセスは、あ、でも美女と野獣も好き。衣装着れた時嬉しかった。シンデレラも好き。でもなんかあんまりプリンセス物語がなんかプリンセス願望は意外とない。なんかプリンセス願望というよりはなんかどっちかっていうとヒーロー願望の方が強くて、そうなんですよ。なんかすごい中二っぽいんだけど、今だになんか結構助けたい願望とか、なんか一人、つまりヒーロー願望があります。わ、昨日のマスク見てくれたんだ。不要不急の夜食はダメです。必要不急の夜食もダメです。また観覧行けるようになるといいね。最近、昨日12月のカンガルーを聞いたり、あとナメクジハートも好きなんですよね。
そう、ヒーロー願望がジーニーじゃない。あつ森しながら見ち、あ、まあセーラームーンとかも、なんかそうそう、確かになんかそういう系が好きなの。プリンセスというよりもなんかプリンセスもね、やっぱ強いプリンセスもいるけど、なんかセーラームーンも確かに戦う系の方が好きですね。確かにプリキュアとか、あとなんだろうな、なんかそれ戦う系が好きな、すっごい戦う系が好き。夜食はダメです、体に悪いです。あのね、運動はね、あの思い立った時に、あのこういうなんかジムで前買ったあの足で踏むペダルのやつがあるんで、それをやってます。ふい、おつまみは購入済みなので OK。 プリキュア、味仙での辛さ、あーあれどこ、お店で一番辛いの食べたことあるっけ。お店によって違うんですもんね。なんかドラゴンボールはそんな見たことないかも。なんかほんと最初のブルマとか出てた時ぐらいしか。あとなんだろうね、泳げません、1ミリも。あと何食べたいかな、おつまみ。私ね、そもそもお酒をね家で飲まないんですよ。プリキュアは最近見てないんだけど、初期のプリキュアが一番見てたかな。小学校なんか受験の塾に行く前に見てましたね。なんか鳴ってる。好きなアニメでも、まあセーラームーンとかキューティーハ、あ、そう、キューティーハニーがね好きだったんですよ私。キューティーハニーとか、みんな知らないかな、あの神風怪盗ジャンヌってわかります？あれも女の子戦う系なんですけど、あれがめっちゃ好きで、すごいハマったんですよね。その前にカードキャプターさくらも入ったんですけど、カードキャプターさくらは変身の衣装を友達が作るんですよね、確かあれ。で、なんかちょっと萌え要素が強かったんだけど、神風怪盗ジャンヌは本当に、あのチェックメイトのやつ。それで戦うんで、すごい、すごい好きで。おじゃまじゃも好きでした。神風怪盗ジャンヌめっちゃいいですよね。あの、種村先生の作品はめっちゃ見ました。フルムーンを探しても読んだし、あと、タイムストレンジャー京子とかも読みましたよ。あ、遊戯王めっちゃやりました。私、弟ともうめちゃめちゃ戦って、なんか、なんだっけ、ペガサスとか、あの時代のやつがめちゃめちゃ詳しいです。藤井先生の息子さん。そう、しゅんくんと小4のがうちの島に遊びに来て。しゅんくんめちゃめちゃ可愛くて、荷物がいっぱいだからもう釣りできないって、一緒になんか釣りしてたんですけど。で、釣りできないから送ってって言ってて、あ、なんか荷物いっぱいだからどうしようってなったから、送ってあげるよって、送れるから、オンラインで。って言ったら、ありがとうって。なんか桃あげたんですけど、全部食べようとしてたから、食べなくていいよって。コナンは結構見てましたね。ブラックマジシャンね。私はブラックマジシャンガールも好きだったし、うわー、なんか途中から遊戯が結構ロボットデッキになりません？あ、うちあれもありました。神のカードもあったよ。ラーの抑止竜もあったし、オシリスの天空竜もあった。あとね、何やったかな？なんかハマったきっかけが今でも覚えてるんですけど、弟となんか2人で公園に遊びに行って、そこに遊戯王カードが落ちてて、なんか強欲な壺とか、まあ今思うとあんまなんかその強めのあれじゃなかったか、誰かが捨てたんでしょうね。それを見てハマっ、なんかえってなって、すごってなってハマったんですよね。マグネットボールやんな、エモい、エモいよ、懐かしい。ハーピーレディもやった。私、ハーピーの羽ぼうきも持ってた。オベリスクの巨神兵。リュエル。わかる？俺のターン。あと、なんか、もうハマりすぎて、本当に、その当時、トランプとか、寄ってて、もうこれ出すときとか、なんかこのエメのハートとか、なんか、ダイヤの5、攻撃、表側、攻撃表示とか言って出してた。今もうなんか裏向きで横とかと、あ、守備表示って思う。来月お子さん生まれるの頑張って。無事に生まれますように。あ、ブルーアイズアルティメットドラゴンもありました。融合すんだよね、あれ。
あと何があったかな、めっちゃあったんですよ、うちカード買ってもらえて、すごい買ってもらえたの。あとは何があった、私はやっぱブラックマジシャンガールは本当好きだったな。あとレッドアイズ、ブラックドラゴン、あの海馬くんになんだその馬の骨って言われるやつ、城之内のやつとかもありました。あ、封印されしエグゾリアもあるよ、あった、あれがもう終わるやつね、揃えたらね、フィールドに。ラーの抑止力もあった。私マジで本当に遊戯王はだいぶ見ました。オタクでした。デッキもありました。弟と電卓でライフポイントとか戦いました。今も弟も好きでめっちゃ見るって言ってた。私もやってた遊戯王のカード。やばい、次回城之内シスはマジで衝撃でしたよね。死なないし、もう死者蘇生を何枚入れたか。手札抹殺懐かしい。あの新しいやつはちょっとあんま詳しくないんですけど、デジモンとか見たな。でもデジモンよりもやっぱそうね、あっちの方がハマりましたね。遊戯王の方が。おやすみ。いや、だって死ななくない？死ななかったじゃん。いやもうでも後半からもうバクラ君というかマリクの話が重かったよね。もうすぐ、もうマリクがずっとメンヘラなんだもん。お腹鳴ってる音聞こえてますか皆さん、さっきから。今日入籍したの、おめでとう、めちゃめちゃおめでとう、おめでとうございます。幸せになってね。ワンピースも好きだけど、空島の次で挫折しました。え、聞こえてんの？本当に言ってる？聞こえてたらアーカイブ残しませんけど、本当ですか？バクラ怖い。今日誕生日おめでとう。本当に本当に？そう、お腹鳴ってるんですけど、聞こえてます？大丈夫？意外と動いてる音は聞こえないのかな？プリキュアね。プリキュア、プリキュア。わ、6月にお子さん生まれるの？おめでとうございます。あやちゃんの入籍の話も早く聞きたい。あははは。別にいいじゃん。関係ないじゃん。いろんな生き方があるんだし。結婚が全てじゃないですよ、絶対。そうやって、世の感じに、世の雰囲気押し付けられてた人がいっぱいいるんだろうな。あ、ほんと聞こえてない？ありがとう。私もお腹鳴ります。ショールームはその、あれがいいんだ。んー、ちょっとヌーベイ知らないんですよね。じゃあ今日はこの辺にしますね。今日もご覧いただいてありがとうございました。みんながお腹鳴ってない、お腹の音聞こえてないよって言うから信頼してアーカイブに残したいと思います。またね、おやすみなさーい。あー嬉しい、同じ女の人とおっしゃる、そんなこと言ってくれてありがとう。またねー、バイバーイ。え、ヨシキのお父さん気分どっち？法政？それとも、東方？おやすみ。またお腹鳴ってるわ。ありがとうございました。